今何時？5時55分。まずは今日長旅お疲れ様でした。ここまで571キロ、ついに手に入れました。水木奈々さんのニューアルバム、遠かったね。いやー、まさか新居浜入ってからこんなにかかると思わんかったね。ああ、しかし念願の目的、新居浜で水木奈々さんのアルバムを買って、新居浜を水木奈々さんの曲を聴きながらドライブするという。ああ、だから何なんだって話なんだけどね。ああ、疲れたな。疲れた。からやさくん知ってる？これ今折り返し地点なんだよね。ああ、今半分に帰るっていう。そうやな、明日の朝まで行きます。そうか、安心やな。いやー、いろんなことがあったね今日は。まだこの後瀬戸大橋を渡って岡山に行って、その前に土産を買って、四国土産を。お土産どこで買うね。わからん。